では。おう。おい。待った。おい。そうか。おう。出してんじゃねえぞ。負けねえぞ。よし、行くぞ。またすごいな。ほら、俺の番ね。あれ、ラーメンよ。嫌がれ。ラーメン、これで。どうしようかね。俺の番だな。来てみろ。これで。これで。行くぞ。かかってこいよ。何かした？俺の番だな。Yeah.
ってとこか。一つ上の男。クソ、親父のくせに。次に見かけたらただじゃおかねえぞ。その元気がありゃちった親孝行に向けるこったね。しかしブリーチジャパンがここまでする連中だったとはな。ひでえな。やつらの目的ってのは本当にグレーな部分をなくすことなのか。あの連中の大義名分は立派でも本音は支援金もらうのが目的なんだろうね。大義名分があるとはいえやってることは結局いじめさ。嫌な時代だね。さてと、すっかり遅くなったし帰るか。ああ悪いね、二度も助けられちまって。どういたしまして。また掃除が必要な時は呼んでよ。ちょっと待ちね。うん。あんたたちホームレスなんだろう。ああ。ここに住まないかい。2階の一部屋を貸してやるよ。え？本当にいいのか。それは助かるぜ。でも一部屋潰す余裕なんてあんのか。女の子の仕事が減って金に困るんじゃ。うん、別に私はお人よしで貸そうってんじゃないんだよ。あんたたちに部屋を貸すと居住権ってもんが発生する。それが私の狙いってことよ。狙いって居住権ってのが俺らにあるとどうなるんだよ。頭悪いね。あんたらはここに住む権利があるって法律的に主張できるのさ。わからねえな。わざわざそんなことしなくてもここはあんたの店だろ。そうだよ。でも住んでるところはまた別さ。ここは単なる店舗だからね。ここには私の居住権はないのさ。そっか、なるほど。それにここの土地と建物は借り物だよ。ブリッジジャパンの連中がここの所有者をけしかけて私らを立ち退かせようとするかもしれないからね。確かにやりかねねえな。でも居住権ってのはこれがなかなか手ごわい権利でね。それさえありゃ土地と建物を所有してたって住んでる人間を簡単に追い出すことはできなくなるのさ。なるほどね。俺たちが住むことで店を守る最後の防波堤になるってわけか。やっと分かったようだね。本当に住ませてくれるのか。本当に俺らでいいのか。ま、店の子たちだと国籍がないから賃貸契約が結べなくてね。仕方なしさ。冗談だよ。スナックの意見を見込んでこっちからの頼みさ。わかった、住み込みのガードマンやらせてもらうぜ。その代わり途中で出ていくなんて許さないよ。ブリーチジャパンが一人町から去るまではきっちり面倒見てもらうよ。わかってるよ、恩に着るぜ。見ろ、一番、天井があるぞ。天井が。おお、これが俺たちの城だ。立派なもんだぜ。最高だぜ。布団もふかふか。いや、やっぱしけてんな。それくらいなんだよ。俺は潔癖なんだよ。
その布団の匂いにはこの店の歴史と年季が詰まってんだよ。しかしホームレスから脱出できるなんて思ってもみなかったな。ありがとうな、一番。バカ、礼を言うのは俺の方じゃねえか。難波がいなかったら俺は死んでたんだぜ。なあ、難波って看護師だったんだろ。まあな。なんで辞めちまったんだ。病院の薬をくすねて闇で売ってたんだ。結構いい金になってよ。そのうち海外の医薬品まで仕入れるようになってな。手を広げすぎたらあっという間にバレちまった、まあ、おかげで看護師免許は剥奪されちまった。だよそれ。またバカなことやっちまったな。うん、後悔してるよ。でもここからやり直しはいいじゃねえか。看護師は無理でもまた新しい目標だってできるだろう。簡単に言うなよ。そういう一番はなんか目標があるのか。え、いや、わかんねえ。ずっと追いかけてきた背中が目の前から消えちまったんだ。俺はその背中しか見てこなかったから。他のことなんて。組長さんのことか。なあ、まあお前なら何だってできるだろう。簡単に言うなよ。もう40超えてんだぜ。お前さっき俺にはずいぶん簡単に言ってくれたくせによ。だったな、悪い。目標か。一番よ、お前子供の頃何になりたかった。え、あなんだっけな。もったいぶるなよ。照れてんのか。ガキの頃俺は勇者になりたかったな。あ、勇者、どういうこと。ドラクエに出てくんだろ、あの勇者だよ。それゲームのキャラだろ。ありえねえよ。悪いかよ。いや、まあそんなの自由だろ。なりたいもんになりてえって、そんな夢見るくらいは自由だろ。だよな、一番。なんだよ。なりゃいいじゃねえかよ、勇者。うん、なるべきだ。やめてくれよ、それガキの頃に思ってただけで。でも今目標はねえんだろ。じゃあ残ってる目標はそれしかねえじゃねえか。酔っ払ったのか。大体そんなの職業でもねえし。そりゃ職業じゃねえよ。でも勇者ってのはスライム倒していつか成り上がってなるもんだろ。生き様だろ。成り上がる生き様か。そうさ、お前なら今からだって成り上がれるぜ。40過ぎて成り上がりか。悪くねえな、成り上がりって生き様。一丁ドーンとかましてみっか。おう、その息だ一番。俺たちの輝かしい未来に乾杯だ。うん、未来の勇者にな。乾杯。